たけのこ、たけのこ、たけのこないな。もう全部イノシシにやられてるな。これたけのこも掘られた後だ。ここタケノコの皮発見。あー、これは人だな。この鋭利な刃物は人だな。やっぱ人が入って取ってるわ。やっぱあったありましたよー。ミッケ1本目やった。よっしゃやった。よし、まずは1本ゲット。ちょっとおじいちゃんおばあちゃんが登れない急な斜面に来たらいっぱいありました。まずはこれ1個、これタケノコ1本目で、2個目がこれ、これ2個目で、その隣にこれ3個目。よし、来た。はあ、でこれすぐハエがたかってくるんだよね。すごいよ、全然臭くないのに。ほら、大物。よし、湯沸かして。
米ぬか入れます。このタケノコを入れます。タケノコで混ぜようかな。おーしよし、これでご飯作ります。今からちなみに我が家の畑が完成間近。もういいかな。なんか焦げ茶色になってんだけど、こんなもん。え、タケノコの天ぷらってこうなるの？あんまり美味しそうじゃないんだけど。なんかあんまり美味しそうじゃない。
できたな。よし、じゃあいただきます。まずはこのたけのこご飯から。あ、美味しい。すごいたけのこがシャキシャキいってて、で、あのこの油揚げ入れることによって、なんかこのたけのこご飯自体にコクが出て、ほんであの脱出油が入ってるおかげでこのたけのこが甘く感じる。おいしい。油揚げなんでみんな入れてるのかよくわかった。こっちの方がたけのこの旨味が一層引き立つわ。さあじゃあ次はこのたけのこいってみよう。まずはこれから。ん？なんかマックのポテトの匂いがする匂いはね、マックのポテトの匂いがします。なんか本当に香ばしいタケノコっていう感じ。次はドクダミ行ってみるか。なんかあんま美味しそうな色じゃないな。お、サクサク。なんという味。へえ、面白いわ。正直言うとあんまり美味しくないんだけども、まず本当にドクダミを油で揚げたっていう感じです。あのドクダミ茶飲んだことあればわかると思うんだけども、あの風味がそのまま味になってるだけですね。なので本当になんか天ぷらにして見たから特に美味しくなったとかそういうのはないっす。この茎の部分じゃなくってこの葉っぱの部分、この葉っぱの部分を噛み続けてると酸味を感じます。へえ、面白いな。やっぱりたけのこご飯がうまいわ。じゃあ最後にこのカラスのエンドウか。カラスのエンドウ行ってみるか。まずはそのまんま。味がしない、うん、ちょっと次はタレにつけて食べてみようか。マジで味がしないな。ん？待って。待って待って待って。噛み続けてると、まあ、かすかにお茶の味がする。筋っぽいんで、なるべく柔らかい上の方の芽を取るのをおすすめします。それは誰も取らんわけだわ。ということで、今回一番うまかったのはこのたけのこご飯です。ということで、今回もご視聴どうもありがとうございました。
お、つわぶきだ。あー、つわぶきありました。いいね。あー、ここにもありました。いいね。あったあったあった。このつわぶきのね、味噌汁が美味しいんだよね。登山に来たついでにこれも取っちゃう。あった、よし。とりあえず山登りの最中に6本かな、つわぶきゲット。鳥なんだ。狛犬とかは見たことあるけど。うわぁ、すごい立派。おお、
あ、いや、持ってないです。余ってるからあげる。あら、ありがとうございます。はいはい、あ、すいません、はい、いただきます。どうぞどうぞ、唐揚げ一つどうぞ。いやいや、もう、まあ、どうぞ。ごめんなさい、いただきます。じゃあ、手でいいですか。手でいいです。すいません、いただきます。はい、ありがとう。すいません、なんか何もお返しするものがない。いや、全然いらない、いらない、いらない。つわぶきって食べられます？つわぶき、うん、取った。うん、けどあなた自分が、あの、登ってくる途中にね、取ってきたんです、うん、もしよかったらどうぞ全部。いやいやいや、全然全然、ありがとう。私こんなの好きなのよ。あ、よかったよかった、ありがとう。どういたしまして。すいませんね、せっかく。いえいえ、ここ